はい、今回ホンダ社の最新納期の方が判明して、コアツオの工場の稼働率の方も最近判明したんで、全車種の最新納期とともに紹介していきます。で、現時点では生産影響発生している車種の記載がないんで特にはなくて、で、工場の稼働率の方が4月は三重県鈴鹿も埼玉よりもですね通常稼働で、5月に入って5月上旬だと通常稼働のままですね、両方とも通常稼働のままになってますけどね、納期が早まったり遅れたりと安定はしないですけどね。で、4月24日時点の最新納期でシビックからで 1.5 リッターガソリンターボ2リッター積もった EHEV ともに1円程度で、タイプ R ともにですねオーダーストップの状態がついて、2リッター VTEC ターボタイプ R は1円以上って記載してますね。ステップワゴン 1.5 リッターガソリンターボ2リッター積もった EHEV ともに1円程度で、ステップワゴンはエアーもスパーダーもプレミアムラインもですねオーダーかけて、で、フリードは直四 1.5 リッターですね。ガソリンもハイビットも 1.5 リッターで、ガソリン車が半年程度で、ハイビットの1ヶ月納期早くて5ヶ月程度で、一部タイプカラーによって1ヶ月か2ヶ月で納車可能で、で、フリードプラス 1.5 リッターで、ガソリン、ハイビットともに半年程度、一部タイプカラーによっては1ヶ月か2ヶ月で納車可能、ZRV が一部タイプがオーダーストップになって 1.5 リッターガソリンターボ2リッター積もって EHEV も1年以上ですね。だからタイプ R に続いて納期は長めの車種で、一部タイプカラーによっては左の納期よりは早めにですね納車可能で、ブラインドスポットモニターと後退色光サポートの方ですねつけなかった場合は 2,3 ヶ月納期の方が短縮できて、発売前までは X も Z もですねブラインドスポットモニターの方は標準装備で、 Z に関しては後退色光サポートが標準装備だったんですけどね、いつの間にかレッシオもラインナップしていて、レッシオにしたとしても 16,900 円安くなるだけなんで、まあ多少納期は伸びたとしてもやっぱり両方ともですねつけといた方がいいかなと思いますけどね。で、ベゼル 1.5 リッター NA エンジンガソリン車1年程度で、 DHEV も1年程度で、ベゼルも一部タイプカラーによっては左の納期よりですね納車が早くできることが可能で、まあ内容は ZRV と一緒で BSI と後退色サポートですねつけなかった場合が 2,3 ヶ月納期の方が短縮できて、ベゼルも最近まで Z とプレイがですねブラインドスポットモニターが標準装備で、プレイに関しては後退色光サポートの方も標準装備だったのが、レッシオン設定でプレイはオーダーストップで Z はレッシオンだとオーダーの方が欠けて、ホンダEが2ヶ月フィット、ガソリン車 EHEV ともに 1.5 リッターで半年以上、一部タイプカーによって 2,3 回線納車可能で、 N シリーズ N1 3ヶ月 N ボックス5ヶ月 N ワゴン半年以上で、 N ボックスと N ワゴンが一部タイプカーによって1ヶ月か2ヶ月納車可能で、 N 版が5ヶ月で一部タイプカーによって 2,3 回線納車可能。まあ本当にここ 2,3 年前と比べたらもうかなり納期の方が伸びている状況で、はい、今回2023年4月最終週の最新納期と4月と5月号の工場の稼働率について紹介しました。